私の言ったんで夏さん行きましょうよ。もういやちょっとこんなパンチの効いたカバンの中見せられたのにマジで順番間違えたなっていううち行きましょうよ。じゃあちょっとそれもらって。いやちょ本当に申し訳ない。もらいます。え、なんだろう、財布。あこれでもなんか一粒万倍日みたいな日に買った金色の金運が上がるみたいな金色の財布買ったやつあるかな。ある。え待って、ちょっとめちゃくちゃないちょっとほんとほんと。そうなんかさ、みゆるちゃん全部さポーチの中に入れるじゃん、うん、今ちょっと出しちゃったんですけど。え私はなんかポーチで入れるものをまああるまああるよ、こうやってね、うん、基本はそれで成り立ってる。基本はこれ成り立ってるんだけど、嘘じゃないですか大丈夫基本これ成り立ってるんだけど、はい、あのポッケ、このカバンのポッケには基本的に物を結構入れるんですよね。でそれはもうバラでそのまま入れちゃう。例えばこれとか髪の毛のバレッタなんだけど、入れとくと忘れた時に、ロケの行った時に髪の毛ゴムで結んだまでが結んだけど忘れるとかあるじゃん。はい、ありますね。時にカバンに入ってるとあったから使えるってなるから、これとかバラでそのまま入れてる。あとのドアで、あとこれもそう、このシリーズもそう、口紅とマスカラなんだけど忘れてしまった時、はい、マスカラ塗るの忘れない？忘れないですね。ですよね。ですよね。マスカラ塗るの大丈夫なの？そう、あと乾燥した時になんかもらったサンプルのエスプレッツ。あー、女の子っぽい感じですね。そう、あとこれアンジェリカさんのお花屋さんオープンしたばっかりです。車道行ってください。ちょっと高橋洋子さんのナイスと本これ入れっぱなしだった。ずっと入れっぱなしだった。花がずっと入れっぱなしだった。どこでも宣伝してないじゃないですか。そう、あとなんだろう、ハンカチ、うん、あ、あとね、塩。塩、え、怖っ、怖っえ、怖いの？塩、え、なんでもお塩つけて食べるとか。あ、塩がこの世で一番好きなんですよね。おーおーおー。で、まあ、基本的に使うことはないんだけど、何かあった時に塩って便利だって。ごめんなさい、例えば、はい、夏、夏、はい、熱中症になりかけました、うん、塩分質を舐めれば、それは塩、雨じゃダメなんですか？いいいいですいいけど、まあ、まず塩っていう文字が好き。私はもう塩が好きすぎて、この文字を見るだけでも好きだから、うん、これを塩入れてて、これだけじゃなくて、もうバラでも博多の塩まで基本的に。なんかついてるとかですか？でも、ついた時もお払える。ついた時あるんですか？いや、わかんない、私そういうの霊感とかないんだけど、なんか今日肩重いなって人だったら投げてあげれるし基本的に人の役にしか立たないのよ、塩ってあれば。で、味薄かった時も使える。え、そカンカン中は見れるんですか？あ、見れるよ、これも塩が入ってる。え、怖っこれ塩の入り方が一番怖い。この家にありそうなピンクソルトの塩をあえてタッパーに分けたんだっていう。ちょっと引かないでよ、めっちゃ出てきたんだけど。なるほどなるほど。これ私ちなみにこのカバンにも入ってるけど、このタイプの博多の塩は全カバンに入ってる。そんなに塩を欲してるんですか？いや、使うことはないの、ほとんど。意外と味付けの塩で満足するんだけど、まあ、万が一足りなかった時で、万が一は経験したことないんですよね、今のところ。次行きましょうもうない、もうないよ。今気づいたんですけど、ずっとこの角度で撮ってたじゃないですか、うん、この辺めっちゃ汚いんですけど、いいですか？事務所だね。事務所感出てます失礼しました。はい、そんぐらいかな、カバンの中。ちなみにさ、お財布だけいくら入ってるんですか？うん、お財布、財布か、いいですか？置いちゃってください。なんかいつももう現金で払わなくなっちゃったから、ここ。え、私さっき下ろしたんですよね。え、お金。なんかもう下ろすってこともほとんどしてないかも。え、本当に私下ろしたばっかりだから。あ、2万円私もそうですね、2万円下ろしましたえ、会うことあるんだ、こんな。私も2万円下ろしました。急に2万円。私でも2万円入ってること珍しい。私もそうですね、下ろしたてで2万ですから。うん、
あんま入ってないです。本当に1000円の時とかあります。お財布の中。これ興味ありますか？ちょっとすごい思ったんですけど。いやそうなんだ。もっと女子っぽいさ。なんか出したらみたいな。なんか見てるんですか？なんかとかね。やってなかった。本当なかったよね。ないな。映えるものがない。一生懸命女の子ブルー。そう私はこの資生堂の静かレッドを使ってますみたいな。結構ここのテクスチャーが柔らかくて見えますか？ありますね。みたいなそういうのかなって思ったんだけど。ちょっとそういう。ポーチの中はいいですって普通にしたから。いらないらしい。そういうのはいらないらしい。いらないんですね。わかりました。だからもう出せるものはありません。ありません。チャンネル登録よろしくお願いします。